久保さん、久保さんもいるらしいじゃないですか。まあ、久保さんもね、歴長いですからね、ぶっちゃけ僕より表に出てこう発信してるのは僕より長いですから、はい、僕はまだ、あの久保さんに比べると、まだまだですね。そう。まあ、裏方は長いですけど、裏方の方が長いので、うんまあ、僕あの久保さんに、あの、 なんだ結構習って、真似て、パクってやってたとこが多いですからね。あっ、コさんそうやってやってんだ、みたいな <laughs>、うん。まあ、だからまあ、学びながら、やりながら、学びながら、みたいな感じですけど。で、僕もコンサルやってて、まあ、いろんな失敗があって、まあ、今の形に落ち着いてきて、で、またこれからまた形は変わるかもしれないですけども。前はね、コンサルは、一番最初やったときはね、 あのお客さんの要望があったらやるみたいな形なんですよ。まあ、いつでもコンサルするんであの悩んだ時にくださいみたいな。でもそれだとあの結構やってないお客さんがいるのでやってないと何も来ないんですよね。要 <laughs> はや,やらないと問題って発生してないじゃないですか。ネットビジネスをやろうと思ってやりだすといろんな問題が出てくるんだけども別にネットビジネスやろうと思ってやらなければ。 もうその問題は生まれないですよね。例えば、ハワイに住みました。じゃあ、ハワイに住んだ時の問題、日本との違いがあって、問題とか、あのあのなんかいろいろ困ったりとかね、そういうことが起こったりとかするかもしれないですけども、まあ、ハワイに住ま,な住まなければ、ハワイに住んだ後の悩みっていうのは全くないですよね。だから、まあ、それを僕はいろいろやってきて失敗したんで、まあ、今はね、定時ですね。 あの毎週1回ぐらいやってんすよ。であの、この1週間でやることを決めたりとか、で、1週間やることを決めれば、次の1週目で何ができるかっていうと、そのやったことのブラッシュアップっすよね。で、もしやってないんだったら、なぜできてなかったのかっていう、やったことを決めたんだけど、なぜできなかったのかっていうのを、じゃあそれを改善するためにどうすればいいのかっていうのを、その、だから定例会議みたいな感じでやるようにしました。で、そうすると、まあ、スムーズですね。うん、やるべきことを決める。 で、やったのかやってないのか、報告、フィードバックですね。で、それに対してフィードバックができるので、まあ、ちょっと大変じゃ大変なんですけどね定時、定期的にこうやっていくっていうのは。でも、まあ、それが一番いいかなーって思いますね。うん。まあ、あとはまあ、あと、お,お客さんの仕事が忙しかったりとか、いろいろあったりとか、家庭の事情があったりとか、そういう場合は、まあ、その1週間の1回の定例も、まあ、あ 1>, 1ヶ月に1回にしたりとか、2週間に1回にしたりとか、3週間に1回にしたりとか、まあ、臨機応変にやってる感じですね、今は。まあ、いろいろなスタイルはあると思うんですけど、大事なのは、やっぱ、フィードバックじゃないですかね。お互いのフィードバックですよね。うん、これがないと、まあ、なかなかうまく前に進まないんじゃないかなと思いますね。いってらっしゃい。